ールファンの皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。今日はフレンドリーマッチ、フェスユナイテッド対エジプト。本日の試合解説は元日本代表北澤豪さんをお招きしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。現地の気候ですが、気温は35度、湿度が 73%、 そしてよく晴れています。湿度がちょっと高くなっていますけれども、確かに我々も暑いんですよ。観客の熱気もあると思いますけどもね。選手が入場します。ロマウジーロ、中には3人いる。ダイレクトでゴール。うわ、2点目。フェスユナイテッドリードを2点に広げます。ノリに乗っています。中も揃いましたよ。直接行った、ゴール。前半の30分、フェスユナイテッド勝負を決めてきた。2本目決まった。いや、いい感じですよね。リスタートが早い。あっと足で行きました。これはファールになります。主審が向かっていきます。今引き起こされました。今のファール、もう一度ご覧ください。スライディング、おっと、これは激しいタックルです。これもう2枚目ですよ。またイエロー、2枚目のカードです。イトラ退場です。フェスユナイテッド、ちょっと状況が苦しくなりました。